昔昔、あるところにシンデレラという女の子がいました。ある時、シンデレラのお母さんは病気で死んでしまいました。しばらくして、シンデレラの家に新しいお母さんとその娘たちがやってきました。母親と娘たちはとても意地悪で、いろんな仕事をシンデレラに押し付けていました。自分たちはきれいな服を着ていましたが、シンデレラにはみすぼらしい服しか着せてあげませんでした。ある日のこと、王子様のお妃を選ぶ舞踏会がお城でありました。母親と娘たちが着飾って出かける準備をしていると、私も行きたいわ、シンデレラが言いました。何を言っている、お前なんか留守番だよ、シンデレラはしくしく泣きました。その時、泣くのはおよし、シンデレラという声が聞こえました。シンデレラが顔を上げると、そこに魔法使いのおばあさんが立っていました。シンデレラが頑張って働いていたことを私は知っているよ。私がお前を舞踏会に行けるようにしてあげましょう。本当に？本当さ。さあ、畑に行ってかぼちゃを一つ取っておいで。どんどん大きくなって立派な金の馬車になりました。素敵。さてと、この馬車を引っ張る馬が必要ね。シンデレラ、台所に行ってネズミ捕りを持っておいで。シンデレラはネズミ捕りを持ってきました。ネズミ捕りには5匹の20日ネズミがかかっていました。その20日ネズミを1匹ずつ魔法の杖で触ると、ネズミは立派な白い馬になりました。1匹だけ灰色がかったネズミがいて、このネズミは馬を操る御車になりました。これで舞踏会に行けるわね。でもおばあさん、こんな服じゃ舞踏会に行けないわ。おやおや、そうだったと言って魔法の杖を振ると、みすぼらしい服はたちまち白く輝く美しいドレスになりました。足にはガラスの靴、首にはきれいなネックレスがかかっていました。ありがとう、おばあさん。さあ、行っておいで。ただし、魔法は12時までしか効かないからね。忘れるんじゃないよ。
すでに舞踏会が始まっていました。シンデレラがお城の大広間に入ると、そのあまりの美しさに部屋中シーンと静まり返りました。王子がシンデレラの前に来て言いました。私と踊っていただけませんか。はい、王子様。王子は片時もシンデレラの手を離しませんでした。いつまでも王子はシンデレラと踊り続けました。楽しい時間が過ぎていきました。壁の時計を見ると、針が12時15分前を指していました。大変、魔法が解けてしまうわ。王子様、ごめんなさい。私もう帰らなければいけません。ここで失礼いたします。そう言うと、シンデレラは急いで大広間を出て行きました。その時、靴が片方階段に引っかかって脱げてしまいましたが、引き返す時間はありません。大急ぎでかぼちゃの馬車に乗って家に帰りました。シンデレラを追いかけた王子は、階段に残されたガラスの靴を見つけました。そして王様に、私はこの靴を履いていた人と結婚します、そう言いました。次の日から、お城の使いが国中を回ってガラスの靴に合う娘を探しました。しかし、なかなか見つかりません。お城の使いはシンデレラの家にもやってきました。さあ娘たち、この靴に合えば王子様と結婚できるのよ。お母さんが言いました。二人は足を無理やり押し込もうとしましたが、いくらやっても入りません。使いが帰ろうとしたその時、そこにシンデレラが現れました。私も履いてみてもいいですか。何言ってるんだい、お前なんかに入るわけないじゃないか、と娘たちは大笑い。しかしシンデレラが履いてみると、もうぴったり。おお、あの美しいお方はあなたでしたか。使いは感激して言いました。そこにあの魔法使いのおばあさんがやってきました。仕上げの魔法じゃと言って、魔法の杖を回すと、シンデレラのみすぼらしい服が真っ白な美しいドレスに変わりました。さあ参りましょう。使いはシンデレラを連れてお城に向かいました。そして待っていた王子とすぐに結婚式を挙げました。シンデレラはこの国のお姫様になって、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。おしまい。